来たクイズ SOS 団は毎回キョンが爆発落ちで締めようとするので、マンネリ化を防ぐため今回はドラマに手を出してみようかと思います。俺が好んでしてるみたいに言うな。ではどんなストーリーにするか一人ずつ案を出していってもらうから、じゃあキョンから。俺から？あ、聞く気ねえな。そうだな、めちゃめちゃ定番だけど主人公が病気で死ぬ話とか。その手があったか。予想外に好感触。なるほど、余命とか宣告されちゃうわけね。いいわね、キョン。すげえ、すげえよ、キョン。あんま褒めないでくれ、逆に恥ずかしい。じゃあ次は小泉くんね。キョンを超える案は出るかしら。そうですね、昼ドラみたいな愛憎劇なんかも人気が出るのではないでしょうか。チミドロの略だぞい。愛するゆえに憎む、そういうことか。どういうこと。さすがに目がかすんできたわ。でももう大丈夫でしょう。目がかすんでる時点で大丈夫じゃねえよ。オタク、メイド、オタクさんを狙い撃ち。需要と供給、いらっしゃいませご主人様。もう何が何だかわかんねえ。みんなに出してもらったキーワードを元に話を作ってきたわ。早速台本に目を通してちょうだい。タイトルはメイドの土産2、余命1ヶ月で挑戦する略奪愛。なぜに2、そしてサブタイトルがどっかの伝説バラエティみたいだ。お察しの通りカンフーアクションものです。察せれねえよ、どこに察する要素があるんだよ。略奪愛ですし。なんか一気に爽快なイメージになったな、この話。登場人物は全員メイドです。へえ、俺らもか。実はこの人たちはメイドを愛する人たちで、誰が一番かを拳で決めようとしています。もっとメイドらしいことで決めろよ。そしてみんな余命1ヶ月なんですね。死にかけて何してんだか。お前が言うな、今死ね。あれ、略奪愛なんですよね。結局誰と誰が結ばれるんですか。それはもちろん勝ち残った2人よ。ですよね。でも勝ち残ってるのキョン君と小泉君の役ですよ。うん、ガチで戦ったらそりゃ男が残るでしょ。あ、あ、むーちゃんよしよし。なんか最初に戦うの俺と長戸みたいだな。そのよう。シーン1、空中長戸チョップ。リアルを求めるのでここは本気と書いてマジで。この攻撃で計26箇所の骨折を強いられるキョン。その後メディカルエナジーの力を使いマテリアライズ。長戸に辛くも勝利。あれ、このシナリオだと死ぬんじゃねえ俺。チョップ、うわー、光になる。結局爆発落ちか。